はい、128漢方処方分析いきます。今回は112番、貯冷凍合脂肪糖、貯冷凍達脂肪糖で慢性の膀胱疾患にというのが1行解説です。右の上にあります。左に移って3秒ルールいきます。抗生素薬9全部読みます。滋養、芍薬、鮮球、託舎、貯冷、陶器、伏量、亜鏡、滑石。15分類では当然脂肪糖が入っています。陶器、芍薬、鮮球、滋養で利水剤、まあ貯冷凍ですからね。託舎、貯冷、伏量ね、入っていますね。貯冷凍で、まあ、利水剤で脂肪糖だと分かります。で、生薬の方向性は亜鏡があるんで止血の効果があるとね、類推できます。虚実のスコアは陶器があるんでマイナス1点となります。寒熱、陶器が温め、滋養が冷やす、特に寒滋養ですからね、津村さんのは、まあ、それで真ん中と思ってください。貯冷があるんで小腰病気の薬と理解できます。保険病名は皮膚が乾燥し色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症点々とあって、排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿と、まあ基本的に尿関係の、ね、病名しかありません。こんな症状にも尿道炎、膀胱炎、前立腺炎、原因不明の泌尿器症状とあります。ルールからイメージできる典型的患者像、貯冷凍合脂肪糖は貯冷凍達脂肪糖である、ね、合ってやつは漢方足す漢方ね、かっていうのは漢方足す生薬よって、分類チャートからは当然ながら脂肪糖類で、また託舎、貯冷、伏量があるので利水剤である。生薬の方向性からは亜鏡があるので止血効果があると分かる。虚実スコアは陶器が該当し、簡易版、精密版とはマイナス1点になる。寒熱はファーストステップに該当するものはなく、セカンドステップで温める陶器と冷やす需要があるので中間、腹部所見に特別なものはない。貯冷があるので小腰病気に該当し、舌は厚く白い、そして脈は中間が典型的です。ワンポイントアドバイス、貯冷を含む漢方薬は6処方です。異例と115番、インチン五苓散117番、五苓317番、再例と114番、貯冷凍40番、貯冷凍合脂肪糖112番である。すべて貯冷凍または五苓散を丸々含んでいる。つまり貯冷凍と五苓散を丸々含む以外で貯冷だけ含む処方ってないんですよ、ね、不思議だなと思います。さて、一方で貯冷凍と五苓散に共に含まれている伏量、なんと46処方、ね、128の中の46にも含まれています。託舎も14処方に含まれているんですね。貯冷がなんかちょっとね、いとも不思議ですね。さあ原点、不詳と書いてあります。不都合、薬室相関区別の中でも浅田総白は貯冷凍合脂肪糖については述べていません。僕が使うのは膀胱炎が過ぎて、尿の検査、白血球も細菌もいなくて、でもトイレの感覚が近い、ね、そんな方に僕は貯冷凍合脂肪糖を気長に、ね、3ヶ月半年使って治すことが多いです。はい、貯冷凍合脂肪糖でした。以上です。